はい、皆さんこんにちは、西出里香です。今日は皆さんのよく知っている、会津磐梯山という民謡をお届けします。この一番好きなのは、あの皆さんがよく知ってる小原庄助さん、なんで新章通ぶしたってやつですね。朝寝、朝酒、朝湯が大好きで、それで新章を潰したっていう。まあ自分も朝寝、朝湯が好きなんで、ね、朝酒はまだしたことがないですね。朝まで酒っていうのもあんまないので、ね、大丈夫です。それでここの部分がですね、あのまあ歌があって、ね、まあ、真ん中に入れたり、最後に入れたりしますけど、今日は最後に入れるんですけど、この、小原庄助さんってところのこの三味線のね、手がですね、とっても好きです。なぜならとっても難しいというか、あのこう喋ってることとね、全然違うことを弾くっていうところがちょっと楽しいですね。ちょっとやってみると、小原庄助さん、なんで新章潰した、楽しくないですかね。この最初すっごいあの時間かかるんですけど、覚えちゃうとね、弾けちゃうんですね。これがなんかこう三味線の楽しさかなと思います。もうちょっと練習しないといけないです。まあいいです。それでは、今のところも踏まえつつ、会津磐梯山聴いてください。Come on.